はい、木の店三目です。これはね、青森ヒバなんですね。片側をね、スパッとストレートカットして、こっちの片側が、まあ耳がそのまま残ってる片耳ですね。はい、そういう、一枚板になります。ここの角のところにここ芯がね残ってますよね。もともとは芯持ちで、同じぐらいの幅がねこっち側にもあって、だいたいこの倍ぐらいの幅の一枚板だったんですけど、まあ芯持ちなのでね、ざっくりね、割れるか、こう芯を中心にね沿ってしまってたので、一枚板ではねもうちょっと使えなかったので、今回はこの縦にね、縦割りしてそれぞれをね生かすという感じで、そのうちのね1枚になりますね。サイズが長さが4メーターあります。そしてこっちがね、末口の方になっててですね、一番この狭いね、端のところが260あります。まあ、そこからこう少しずつね広くはなってって、だいたい板の真ん中のあたりで310、そしてまたそこから少しずつ広くねなってきてですね、そしてこの一番元口の部分が390ですね。そういう幅のね板になりますね。で、厚みが48ミリあります。芯がねちょっと近いので、節自体がねもうこう流れてるんですよね。こうにこう縦長になってね、まあだいたい原木のね真ん中の方の板のこう特徴なんですけどね、はい、だいたいこうやってまん丸じゃなくてね、こう節がこう流れてね、そういう風な感じの、板になってるんですけど、小口から見てもねこの年輪はすごく細かいのでね、さすがに青森ヒバのねやっぱり天然ヒノキだなっていう感じのね、しっかり細かいね樹齢がねすごくね高い木だなっていうのはもうこう見てね分かりますよね。はい、そうですね。まああとはね全体的にはやっぱ芯の近くなので、真ん中の方にね、ちょっとこう板目の木が乗ってるだけで、あとはもう両サイドほとんどねマサなんですよね。マサ目がだから縦目のこのマサ目がずーっとねこういう風な感じで、でそこにこう、細くね縦長になった、節がねこうどんどんとこう入ってるっていう、そういう風な感じの板ですね。はい、今こういう色目で、これからあとオイル塗ってね青森ヒバのまた独特なこう色合いに、ね、なっていくのかなと思うので、まあ、その辺のこう濡れ色も、動画の中でね、見ていただけたらいいかなと思います。それではねオイルの方じゃあお願いします。反対にして木裏から塗っていきましょう。そうですね、木裏の方はね仕上がりはそんなに表ほどねしっかり少し粗めの仕上がりにはなってるんですけど、そうですね、まあもう少し、まあでも同じような感じかな、同じような感じでね節が木表と同じような場所にね入ってますね。今ねもうこの時点ではもうだいぶ落ち着いたので、青森ヒバの香りは自分たちにはねもう全然もう今感じてないんですけど、お部屋の中にね、こう据えたりするとね結構こうまだね残ってる青森ヒバのね方向がこう感じね、取れたりとかできますし、あとはまた削ればね削ったり切ったりするともう一気にねそこから青森ヒバのヒノキのね強い香りがもう一面にねこう飛散するというかね、はい、香り高いね木ですよね。はい、木裏の方はね以上になります。はい、あとまたね反対にして、木表の方を塗っていきましょう。木表の方がこう節はねドーンとこうしっかり主張して見えてるのでね、こっちの方がやっぱりまあ見栄えもいいのかなと思いますね。
まあ、青森ヒバという木自体、まあ、もちろんね青森にしかないので、でそうですね、まあ、私たちも市場でね、あの青森ヒバの板がね、出た時にね、仕入れたりするんですけど、以前はね、以前というのはもう10年前とか20年前はね、青森ヒバも市場にね、開催されるたびにね、まあ、もう当たり前には出てたんですけど、今は本当に少なくて、こういう材料というよりはたまに建具材とかですね、和室の造作材で青森ヒバがね少し出てたりとか、はい、あとはまあ本当に1年にね、1回か2回、こういうような板でね、出展されてね出品されてることがねあるかなって言ったところでね、本当に珍しいね材料になってきたのかなと思いますね。もともとね東北にはねヒノキが自生してなかったのでね、福島がね北限ということだったので、ヒノキはねあまり、まあ、岩手県なんかもねヒノキは馴染みのね、ない木だったので、まあ、その代わりこのヒバがねヒノキの代わりにね、こう建築に使われてたりとかですね、まあ平泉の中尊寺にもね使われてるぐらいなので、やっぱり東北のヒノキっていうとこの青森ヒバがまず第一にね出てくる木かなと思いますね。はい、小口の方もねこう塗ると年輪がまたね出てきて、まあ、こっちのストレートカットねされた方は、まあ壁側の方にね、収めて使うことが多いのかなと思いますけどね。この辺のね耳も結構、ね、入り組んでて、その部分だけを見るとなかなか面白いんですよね。こう出っ張りになっててね、ここはねちょっともうスパッと落とされたところですね。なんでやっぱ塗るとね立体的にこう一つのねなんていうのかやっぱ作品のような感じでね、こう出てきますね、ぐっとね立体的に。まあこういったところのね部分もまずできる限りのところはねパテ埋めして、今もここは平らにはなってますね。青森ヒバね結構こういう皮の部分のね耳のこの割れとかね、こういうささくれ割れみたいなのが結構多くてね、今回はこっちはねこの辺にちょっとあるくらいで、はい、比較的少ないのかなと思いますね。まあ、状態は良さそうですね。油がたくさんね入ってる木なので、オイルとはね相性いいのかなと思いますね。透明のオイルにはねすごく相性がいいかなと思います。しっとりね、ね濡れ色が出て、青森ヒバのねこういいところがしっかりこう浮き出た感じしますよね。幅は狭いですけどね、まあ長さがね4メーターあって、片側にこう耳があってカウンターとかに使われるのにはすごく向いてるかなと思いますね。いい感じで仕上がったかなと思います。4メーターの、青森ヒバになります。カウンターとかね、まあやっぱりそういう風な感じで使われるのがいいのかなと思いますね。うん、雰囲気、ちょっとしたところにね、まあ、スペースがちょっとこう取れないところとか、まあ、そういうふうなところの、まあ、プチカウンターみたいな感じでね使うのは、ね向いてるかなと思いますね。はい、いい感じで仕上がったかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。